この絵は確かにアミの絵です。アミ、サンドロ・ボッティチェリが好きなんですよ。何言ってるの？これはミカちゃんの絵に決まってるでしょ。ねえミカちゃん。うん。私の名前はアズナ。私には小学3年生の娘アミがいます。アミは自閉症であまり活発な子ではないのですが、何かやり始めると熱中してしまうのでした。私にはちょっとした悩みがありました。それは近所に住むアミの同級生のママ友のみゆきでした。彼女は私が出かけようとするとまるで待ち構えてたかのようにやってきて。あら、アスナさん、こんにちは。お買い物？はい、今日はお客様感謝デーなので。そんなことよりも聞いてよ。何ですか？また始まったよ。今日は何時間かしら。私のミカちゃんがピアノのコンクールでまた賞を取ったのよ。おめでとうございます。すごいでしょう。あの子バイオリンもできるし、将来は夏目漱石にでもなるのかしら。夏目漱石は作家ですね。それにそれにお勉強も得意なのよ。まあエリートが通う塾にも通わせてるからね。きちってる閉じこもりアミちゃんはお勉強大丈夫なの？きちって、アミには好きなようにやらせています。障害持ちでかわいそうに。自閉症とか見ていてこっちが閉所恐怖症になりそうだわ。言い過ぎですよみゆきさん。この前のテストも0点だったんだって？アミは興味がないことは学ぼうとしないんですよね。だからって0点はないでしょ。0点なんて言語がわからない羅族でも取れるわよ。なんでそこで羅族が出てくるんですか？アミちゃんは中学校はどうするつもりなの？もしかして中学校も諦めて動物園にでも入園するつもり？しないです。私のミカちゃんはお受験をしようと思ってるの。そうですか、頑張ってくださいませませ。何よその言い方。ミカちゃんが優秀だからって嫉妬してるの？ごめんなさいね。ミカちゃんはアミちゃんと違って障害なんか持ってないからね。もういいですか？私お客様感謝デーに早く行きたいんです。今日はポイント10倍なんですよ。うわ、庶民代表かよ。まあせいぜい頑張りなさいね。私はイライラした気持ちのままイオンのお客様感謝デーに向かいました。そしてまた数日後、私が出かけようとするとみゆきが話しかけてきたのです。アスナさん、アスナさん、どういうことなの？なんですか、私これからドンキホーテでコスメをまとめ買いしに行くところだったんですけど。そんなことよりミカちゃんよりアミちゃんが図工で褒められてるって。ムンクの叫びをまるで本物のように描いたり、熊の木彫りを繊細に作り上げたり。アミ、そんなにすごかったんですね。絶対にズルしてるんでしょう。ズルなんかしてないですよ。あの子特に絵を描き始めると夢中になっちゃって、絵や工作は得意みたいなんです。はあ、障害者のくせに。いや、自閉症の子供って一つのことに長けてたりするみたいなんですよ。はあ、障害者とか手とかひん曲がってるから何もできないじゃん。あんな欠陥品のキチガキが蹴っ飛ばすぞマジで。もう発言が最低すぎますって。アミちゃんなんかが私のミカちゃんより上なんてことありえないわ。なんでもいいですけど、もういいですか？ドンキに行ったら自爆の刃の再放送を見る予定なんですよ。くぅ。みゆきはあからさまに嫉妬している様子でした。そして夏休みに入り、アミは絵の宿題をしていました。あら、それは何の絵？サンドロ・ボッティチェリのヴィーナスの誕生を真似て描いてるの。そうなんだ。パブロ・ディエゴ・ホセ・フランシスコ・デ・パウラ・ホワ・ネポム製のマリア・デロス・レメディオス・クリスピン・クリスピアノ・デラ・サンディシマ・トリニダード・ルイス・イ・ピカソの絵と迷ったんだけど。え、何が起こったの？ピカソ？本名長っ。うん、でもヴィーナスの誕生の方がエモいから。絵の宿題よね。うん、これをアレンジすれば夏休みの宿題っぽくなるから。そう、頑張ってね。それからアミは熱中して絵を描き進め、数日後に完成させていました。そうこうするうちに夏休みも終盤になり、ママ友の娘であるミカが我が家に遊びに来たのです。こんにちは。あら、ミカちゃん、どうしたの？あ、アミちゃんと遊びたいと思って。アミちゃんいるかな？いるわよ。でも私これからお出かけしようとしてたのよ。雨にはお留守番させるつもりだったんだけど、それでもいいかしら？う
じゃあ上がってちょうだい。ミカはなんだか元気がなさそうでした。私が帰宅するとミカはすでに帰っており、アミはいつものように絵を描いていました。夏休みも最終日になり、学校の準備をしていると、え、ない、ない、アミの絵がない。どうして、この前まではあったのに。アミは仕方なく絵を持たずに、先生には後から提出すると言ったようです。そして学校が始まり、すぐに授業参観が行われました。私が授業参観へ向かうと、へっ、これ、私の絵。そうだよね、これはアミがヴィーナスの誕生をアレンジして描いた作品よね。私だって見てたもの。なんと、学校の掲示板にコンクール代表作品としてアミの絵がミカの名前で飾られていたのです。私はすぐに担任の先生に相談しました。はぁ、たくなんなんすか。アスナさんが、これはアミの作品だと言ってるけど、どうなんでしょうか。この絵は確かにアミの絵です。アミ、サンドロ・ボッティチェリが好きなんですよ。何言ってるの。これはミカちゃんの絵に決まってるでしょ。ねえミカちゃん。うん、これはミカが描きました。じゃあこれはミカちゃんが描いたってことでいいですかね。どうなんすかね。ミカちゃんが描きました。アミが描いたの。頑張って描いたの。こんな絵を閉じこもりお化けの障害児が描けると思う。確かに難しいかもですね。そんな、信じてください。お願いです、あの子から絵を奪わないで。絵は他の子と同じようには楽しめないあの子の唯一の趣味で、せめてあの子には好きなことで輝いてほしいんです。おいおい、母親までキチっちゃったぜ。ウケる。月刊ガキと一緒に障害者負け犬手帳もらってくれば。障害者がこの世で輝くことなんて一切ないんだよ。どうしよう。まあ、お二人とも、喧嘩は良くないですよ。私忙しいからもういいかしら。ミカちゃん、これからバレエ教室なのよ。どこかの時が止まったように閉じこもってる障害者と違って、忙しいので。結局、アミが描いた作品は、ミカの作品であるということになってしまった。アミ、ごめんね。ごめん。やっぱり。ピカソだったら撮られなかったのかな。ちょっと何言ってるかわからないけど、うん、ごめん。すると図工担当のミサ先生が通りかかった。おー、レオナルドだ。アミ先生じゃねえか。あ、モナミサ先生。何この人たち。どうしたんだアスナ、げっそりした顔して。うん、実は私が盗まれて。うん、どういうこと。また謎謎か。アミがじゃなくて、実はアミの絵が。私は事情を話しました。というわけで。なんだって。クソが、レオナルド・ダ・アミ先生にそんな侮辱を。まあまあ、モナ・ミサさん、チラウチラウ。そうだったな。何チラウって。チラアウト。落ち着けって意味だよね。そして数ヶ月後、アミが描いた絵はコンクールで金賞を取り、体育館で表彰されることになりました。すると、ででーん、すごいでしょ。私のミカちゃんが賞を取ったのよ。ででーんって、さすが天才児のミカちゃんだわ。将来はガリレオにでもなれるんじゃないかしら。それでも地球は回っていた、なんつって。だからガリレオも画家じゃないですから。あなたはバカですか。まったく嫉妬しちゃって。私のミカちゃんが賞を取ったのが悔しいんでしょ。そうでしょ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 。しつこいです。壊れたラジオみたいになってますよ。ま、盛大に祝ってくれていいからね。お、そろそろ表彰だ。校長先生が受賞者の児童らの名前を読み上げました。そして金賞、よく頑張りました。ミカミカよ、我が校章で高貴で崇高で気高き遺伝子を受け継ぐミ。アミちゃん、来てください。はいって、おへーは、吉アミ、なんで、なんで。はい、これはアミの作品です。残念でした。校長先生に呼ばれたアミは表彰台へと上がっていった。素晴らしい絵ですね。うむ、小学生でここまで描ける人はいません。ぜひ全国コンクールにも応募してみ。ちょっと待った。するとみゆきが表彰台へと駆け上がり、アミの描いた絵を奪った。これはこの吉アミじゃなく
うちのミカが描いた絵です。え、厚かましすぎますけど、顔の皮100センチくらいあります？うっさいジジイ、この薄くて卵のような美顔になんて無礼。すると図工のミサ先生がやってきました。モナミサ先生、あとは頼んだぞ。沈めてやってくれ、終わりを与えてやってくれ。あいつもまた巨食の滞在に取り憑かれた一人の哀れな子羊なのだから。はっ、うっす。この絵はミカが描いたんだ。みゆきさん、そこまでにしねえか。ミカちゃんのためにももうやめてあげなよ。はっ、あんたは図工のヤンキー教師、いいところに来てくれたな。頼むよ、この吉闇、うちの娘の絵を盗めんだ。まったく障害者はこれだから。ミカは確かに提出した、そうだろ。なあ、他人の先生よ。はっ、はい、確かにミカちゃんから提出されましたけど。あ、待てよ、まさかあんたこの絵をどうやって手に入れたんだよ。だからこの絵はミカちゃんの絵で。ミカ、そうなのか。するとミサ先生の後ろから悲しい表情をしたミカが現れました。これは違う。先生に言ってみ。ミカ、ミカちゃんはなぜか大泣きして倒れ込み震え出した。どうしたんだ。ママに盗んでこいって言われた、ごめんなさい。なんだと。私本当はこんなことしたくなかったの。だけどママがこうしないと、いつもみたいにお腹を思いっきりグーで。このガキが、よくもよくもこのみゆき様の顔に泥を塗ったな、使えないクソガキめが。するとみゆきがミカの髪の毛をつかみ投げ飛ばそうとした。お前も障害児になるや。ドーン、キャー。ミサ先生がみゆきを思いっきり張り倒した。このクソボケが、私の顔がおお、大事か大事か。やめて、このキャー顔が子供より大事か、おら。勘弁して。てめえ、人の娘をさんざん侮辱して自分の娘には盗みを働かせて、バレたら虐待？脳みそ泥でできてんのかてめえ。あ、ミカが悪いのよ。は？お前みたいな子供をアクセサリーとしか見れないようなクズ、図工担当の私がここでギチョンギチョンにしてやるよ、おら。みゆきが暴れ出すと、背後からみゆきの旦那も現れました。お前、全部聞いたげんな。あなた、いつの間に。くそ、こんな時に性格形成正義感に全振りしたようなめんどくさ旦那まで。さっきまでの話は本当なんか。ああ、最初はこの厚化粧見栄張りモンスターが盗んだんだと思ってた。でもこいつはミカちゃんを使って盗ませたんだ。後でしばく。でも、これはアミが描いたかどうかわからないじゃない。証拠は？そんな証拠なんて。障害者がコンクールで入賞するような作品が描けるわけないのよ。アミが描いたって証拠は？ミカが描いていないって証明できる？描いていない証明ってむちゃくちゃな。悪魔の証明ね。あはははは、雑魚どもが証拠はどうした？さっきまでの威勢はどうしたんだよ。え、ちょっと待って、なんで形勢逆転したみたいに振る舞ってんの？え、こっち負けてるの？はあ、ほらし、ほらよ。するとミサ先生は、これまでアミが描いたであろう絵を何枚も見せ始めた。これは、大量のヴィーナスの誕生？そう、アミはずっと私に絵を見せに来てくれてたんだよ。全部私は大事に保管してたんだよ。モナミサ先生、ご苦労。なんで上からなの？うら、今回の絵とこのアミが描いた絵、どれもめちゃくちゃ似てんだろうが。目ん玉ついてたらそれくらいわかるよな。くしかも毎回アミが描いてるマークが貝殻に入ってんだよ。そんなことが証拠に。それによく見てみろ、背景の水面。水面にうっすらアスナの似顔絵が描かれてんだよ。ほんとだ、いえ。そっくりやな。くそ。それにこの女性の腕見てみ。うん、我アミ、
アスナ母神より生を受け記載として爆誕ってめちゃくちゃ小さく書かれてんだよ。なんてこと書いてるのよ。よくわかったね、さすがモナミサ先生。こんなクソ気持ち悪い気持ち悪い気持ち悪い社会のゴミのくせに、底辺障害者のくせに。気持ち悪いのは厚化粧犯罪モンスターのババアの方だ。そうだそうだ、毛穴開いてるぞ。アミにひどいことするな、ミカにひどいことするな。祝神祝神祝神。くっ、お前には幻滅したった。お前にミカの母親任せちゃられん、離婚しよう。はぁ、離婚だなんて大げさな。他人の子供を差別しちょって自分の子供にまで盗みを働かせちょっちゅうキチババアなんていらんって。もうこうなったのも全部アミちゃんのせいじゃない。こんな絵こんな絵。そしてみゆきは飾ってあるアミの作品を乱暴に取り、足で踏みつけたのです。さらにボロボロになった作品にコーラまでかけたのです。ちょ、急に何するの。お前なんちゅうことしとるんか。うまくいけば私が金賞を育てた美人ママとして注目浴びるはずだったのに。なのになのに。この野郎ちょっと来いや。ミサ先生は暴れ回るみゆきを引っ張りトイレへ連れて行きました。キャー、何をするのよ。そしてミサ先生はみゆきの顔にトイレの水をぶっかけたわしでこすりました。すると厚化粧をしていたみゆきの顔はまるで別人のように変わり、私も思わず笑ってしまいそうでした。てめえがアミの作品をめちゃくちゃにしたから、私はあんたの厚化粧をめちゃめちゃにしてやったんだ。みゆきさん、まるでムンクの叫びみたいですね。うるさい、これじゃ家にも帰れないじゃない。お前に帰る家はなか。お父さん、ここは女子トイレです。すぐにアミに謝れ、厚化粧ババ。いやよ、私はキチアミのせいで家庭も名誉も失ったんだ。反省する気がないみゆきにミサ先生は首元をつかみ、そのまま窓の外に頭を突き出したのです。やめなさい、私高所恐怖症なのよ。反省しねえならここに吊るしてやるぞ。厚化粧ババアの天日干しにすんぞ。ほらキャー、ほら謝れ、土下座して謝れクソが。ここはトイレよ、汚いじゃない。汚え、あんたにはぴったりだろ。うん、謝るもんか。ミカ助けなさい、後でいっぱいお菓子買ってあげるからね。ああミカ、おい、ほら先生、もうこのクズ落としといてくれ。はぁ、ちょ、はぁ、よかよ、あんたまで決まりだな。こっから落ちてあの世でそのクソみてえな性格エンマ様に叩き直されてこいよ。らキャー、ごめんなさい。って、え、あれ、あ、初めからおとなしく謝れっつーな。ああ、お前今後のことを話し合うけんな、警察にも通報しちょるけん。だからお父さん、ここは女子トイレです。よくもミカの手を汚してくれたな、マジでてめえ許さねえからな。ミカちゃん合唱。そしてみゆきは旦那に連れられ去っていきました。その後みゆきは児童虐待、器物損壊、窃盗教唆などの罪で逮捕されました。今回の件でみゆきは旦那にも離婚を切り出され、親戚全員にも縁を切られたようです。後日私は改めてミサ先生にお礼に行きました。ミサ先生、この前は本当にありがとうございました。いいのいいの、私も許せなくてやっただけだから。私、アミ先生の絵すっげー好きなんだよ。見る目あるね、モナミサ先生。すげーよ、将来はショパンにでもなれんじゃねえか。先生、ショパンは音楽家です。つーか、あの厚化粧ババアどうなったか知ってる？いや、知らないですね。あいつ実家に帰ったらしいけど、両親にも感動されたらしいぜ。あらあら、ま、自業自得だよな。まったくですね。ミカちゃんは大丈夫ですか？ああ、頭おかしい母親が消えて、今はお父さんと元気にやってるよ。よかった。あ、そうそう、あの絵の秘密、もう一個見つけたんだけど知ってた？え？ほら、ここ、この女性の服に。け、また変なことを。アスナさん、いつも分かってくれて助けてくれてありがとう、大好き。てさあ、よかったね。ハミ、アスナさん、アスナさん嬉しい。え、モナミサ先生、それは握手。何恥ずかしがってんの。アミのことをここまで理解し愛情を持って接してくれるミサ先生に感謝しかなかった。
ミサ先生の話によると、みゆきは落ちるところまで落ち、ボロボロの極貧生活を送っているようです。アミは相変わらず無口で絵ばかり描いていますが、本人はそれが幸せなようです。あの一件から友達も増えたようで、なんだかんだ良かったと思います。私はアミには好きなことを好きなようにさせ、今以上に才能を開花させてあげたいと思います。